皆様こんにちは。そしてオンライン配信をご覧の皆様、どこだろう、カメラがちょっと見当たらないけれど、こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。まずはじめにね、新馬あさみちゃんのくるみパンという曲をお届けしました。はい、ここでね、自己紹介をさせていただきたいと思います。どっちから行く？どうぞ。はい、クラリネットの園田かな子と申します。よろしくお願いします。ピアノを弾いております、新馬あさみと申します。よろしくお願いします。最初の曲はですね、実は彼女は私 の、 東京音楽大学、2人とも東京音楽大学を出ているんですけど、はい、同級生で、私結婚後に野田市に越して10年ぐらいなんですけど、うん、そのあたりから、あれ、なんか新馬ちゃんの活動がちらちら聞こえるなって、そう、なんか近いぞみたいな、そう、近い近いって思ってて、10年ぶりぐらいの再会なんだよね。ずっとね、多分思い、なんかお互いなんかちょっと意識というか、そう、でいろいろちょっと情報とか共有したり、うん、相談したり、してもらってて、やっとねこぎつけたっていうところなんですけど、これからがスタートになりそうな、ね、よろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲も新馬ちゃんの曲なのでお願いします。はい、1曲目は、くるみパンという、ちょうどホームベーカリーに粉をバッバッと入れてパンを作ってる時にゴトンゴトンガタンゴトンって音がしてる中で作った曲だったので、くるみパンというタイトルになりました。で2曲目、次ですね、パンオショコラという、今度はチョコのパンの曲を、お送りしたいと思います。ちょうど時間帯が今日はお昼の時間なので、なんか合うかなと思って一緒に演奏していただこうと思います。パンオショコラお聴きください。
ンショコラお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。もう新馬ちゃんは大学の時は一緒にね、クラシックの室内楽の一回本番をやったことがあって、その時にも結構楽しい見ようっていう作曲の楽しい曲だったんですけど、もうこんなに楽しい活動してるんだね、ですごい素敵な曲ばっかりだからぜひ一緒にやってほしいですって頼んで心よく受け入れてくださって、今日初めてのね2人のステージになりました。新馬ちゃんのソロになります。1曲、私のソロピアノをお送りしたいと思います。これは2年前ぐらいに作った曲になるんですけれども、祈りという曲をお送りしたいんですけれども、そうですね、なんかこう辛いこととか悩んだりした時にこう光が差してくるようなイメージで作った曲で、はい、作りました。やっぱりコロナの中で少し皆様もちょっと辛いこととか、私も演奏の活動がやっぱり減ったりしていろいろ考えることもあったんですけれども、なんか少しでも癒しだったり、そういった心がふわっと楽になったらいいなと思って今日は演奏したいと思います。祈りお聴きください。
ありがとうございます。祈りお送りしました。それでは、ちなみにちょっと後ろの方でさっきもちょっと赤ちゃんの声がね、泣きそうな、泣かなそうな、泣きそうな声がちらほら聞こえてくることがありましたが、7月10日に、出産しまして、後ろに、ね、おめでとうおめでとう、気持ちいいことしていたみたいですよ。あ、本当に、あ、ご機嫌になった、よかった。じゃあうん、5番目の曲、ああ、バカってるので、って起きたんだ。あ、本当に。びっくりしたんだろうね。ちょっとうるさくなったらすみませんですけれども。じゃあ続いてもですね、この、まあ、半年間ぐらいで私が考えていた、やっぱり新馬ちゃんの祈りみたいな気持ちを届けられる曲を考えたときに、ブラームスのクラリネットソナタ第1番より2楽章なんですけれども、とてもあの受け取り手にいろいろな思いを抱かせてくれる曲だと思うので用意してみました、はい、あのちょっと静かな曲ですけど、あのドリンクジュルジュル鳴らしながらで全然構いませんので、はい、お気楽にそれぞれ の、はい、あのまあ、マスクを、ね、外して皆さんそのまままたマスクしてくださってて、とても、ね、礼儀正しいお客様だなと思う私たちもあんまり叫ぶようなタイプではないので、多分今日は飛沫は大丈夫かと思いますので今日ね、あのそうオンライン今ちょうど9名の方が見てくださってました、ありがとうございます。あのコメントをいただけるとその ID 登録の時つけていただいた名前が出るのかな、多分そうだと、そういうシステムになっているような、コメント入れてもらえると分かりますよってウーの阿部さんがおっしゃってたので、ぜひ頑張ってくださいでも何でも嬉しいですコメントいただけたら、はい、後で私たちもアーカイブで恐る恐る見ようと思ってでよろしくお願いします。それではブラームスのクラリネットソナタです。Thank you.
ありがとうございました。なんか皆様もあの拍手の前にうっていう時間をくださってすごくありがたかったですねなんかその終わった後身動き取れない曲ってありまして、特にクラシックはそうですかね、こうブラボーってすぐ言えないようなそういう雰囲気の曲だと思うんですけど、まだ音がこうね浮いてるようなイメージで ね、 なんかね、これはもうブラームスって皆さんもブラームスはきっとご存知の方は大半だと思うんですけれども、あのクラリネットっていう楽器に書かれてる曲がですね、実はもう晩年に書かれたこと作品がすごく多くって、晩年ってもう亡くなる直前っていうことなんですけれども、その亡くなる直前にこのクラリネットの音で何かを書きたくなるっていう心境を皆さんなんとなくお分かりになりますかクラリネットってそういうあのどちらかというとブライダルで結婚式で弾いたりはあんまりしなくて、お葬式で故人を見送る時とかにも演奏したことあるんですけど、なんか音色の中に人の声みたいなものだったりとかそういうのがあるのかなって私は個人的に思っていて、このブラームスのクラリネットソナタは特にその晩年に書かれているブラームスらしい曲だなと思っていて、今私の中には志村けんさんのことが吹きながらそう出てきましたそう、ね、いろいろコロナでいろんな思いをされた方もいらっしゃいますし、ね、コロナにかかっていなくてもずっとオンライン授業であの楽しかったはずの学生生活がっていう生徒さんもたくさん いるんですけども、まあもうこんなような世界に変わってしまったので、あとはもうその様式にね慣れていって、ね、で私たちもこういったライブハウス本当に存続してくださることが本当ありがたいんですけども、このスタジオウーっていう場所で開かせていただける感謝の気持ちも込めて演奏させていただきました。次が最後の曲になるので、その前にちょっとご紹介したい方がいらっしゃいます、はいはい、今日ですねなんか数字がたくさんって思われた方壁にたくさん数字があるんですけれども、今ちょっと照明って明るくなったり、あ、さすがです、ありがとうございます。こちらのデザインをされた三条さんという方があのいらしてくださってます。ちょっとお立ちいただけますか。ありがとうございますありがとうございます、うん、これこちらですね、私もリハーサルの後ちょっと寄った時にすごく面白いんですよ、あの、ね、この数字の中にいろんなイラストと一言と書いてあって、私はお気に入りのがあの辺にあったんですけど、どんなだったかな、今ちょっと緊張したらパーって忘れちゃったんですけど、はい、であれその時はですねしおりのプレゼントがあって、今日もありますか。ありますか。CD のあたりに、あ、そうしおりのお土産をいただけるんです。私ちょっと引かせてもらったら、あったかい飲み物を飲みましょうって書いてありましたねちょっと肌寒くなってきたところだったので、そういうねお気遣いを、なんかすごくね眠そうなあのゆったりしたワンちゃんの絵が可愛くって、そう私も以前あのそう日向奈穂子さんっていう、はい、方のこちらでやったイベントの時にご一緒して、あ、そうなんですね、ちょっと、はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。三条さんっていうお名前でよろしいんですか。その、はい、なんかインスタグラムとかそういう SNS とかで発信されてるんです。あ、そうなんですね。今日お名刺も置いていただいてるんですかね。はい、なのでもしキャラクターが気になられた方とか、あのすごい素敵なデザインなので、あ、どこだったかな、あの辺だったんですけどもうキューンとしたのがありましたそう全部まだ見てないので、私も後でゆっくりね、後でゆっくり見たいなと思ってます。今日はいい、ありがとうございます。ウンさんはなんか月替わりなのかな、毎回素敵なぬいぐるみがずっと飾ってある時もありますし、ね、そうで、あの今日初めて来られた方はぜひここにどんな方が出演されてるんだろうというラインナップをあのご覧いただくとちょっとびっくりしますよね、うんうん、すごいすごい、ね、すごいそうそうたる顔ぶれが、うん、あ、来られてるんだっていう、
今日の夜もちょっと気になってました、うん、あ、そうなんですね。あら、私夜まで今日家族に OK いただいてるからちょっとはしごしようかなっていうぐらい本当に本当に毎日のようにイベントされているので素敵な方いっぱい出演されてます、うん、あと何かもう一個言うことがあったんですけど何だったかな。告知とかは、あ、告知、そうだ告知でした今日ですね皆さんのところに、ちょっと置かせていただいて渡していただいたかと思うんですけれども、来週の日曜日に野田市のコミュニティカフェクララさんという場所で、私が今年の夏にリリースしたクラリネットでおもちゃ箱というクラリネットとマリンバの、CD があるんですが、そちらのミニコンサートを行う予定です。ワンドリンク付き1000円ととってもリーズナブルで、それで60分聴いていただけますので、もしよろしければあの愛宕駅という東武アーバンパークラインであってるのか、野田線なんかすごい親しい意味あるけど、野田線の方がアーバンパークラインです。アーバンパークラインの愛宕駅からすぐの場所なので3分ぐらいかな5分ぐらいかな5分ぐらいかもしれない、うん、ね、新馬ちゃんも時々出演して、そうですね、ね、いるみたいです。ご飯をいただいて、本当にご飯も美味しいので、ちょっと早めに入ってカレーが美味しいのでカレーをちょっと食べてから、その辺の、ね、商店街もおせんべい屋さんとか行ったことある？いや、気になっていつも通ってる感じで。いっぱいね、あるのよ。まだ見たことない。すぐ近くの米沢屋さんというおせんべいさんとかそう、なんか楽しいおせんべい屋さんありますよね。野田の方はご存知かな、うん、とか郵便局も近いのでちょっと、うん、用事のついでとかね、散策すると面白いところなので、ぜひクララさんにはいらしていただけると嬉しいです。もう少し小さい場所なのでご予約をしていただいた方が安心かと思います。急にいらっしゃれると、あ、ごめんなさい、もうオーバーですって言われてしまうとあれなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あとはなかったかな、大丈夫かな、大丈夫かな、うん、ね、あとね、コメントしていただいてたら本当ありがとうございます。後でしっかり読ませていただきたいと思います。では最後の曲、はい、いいですか。最後も一曲オリジナルを、演奏したいと思います。秋になってきて少しこう葉っぱが色づいたりとかですね、こう見える景色が変わってくる、そんな、イメージで作った色づく街という曲があるんですけれども、もともと後ろに CD も置かせていただいてるんですけれども、私ピアノ と、ピアニカですねを吹いていて、であとギター菅原智明っていう方と、あとパーカッションで、深津亮介3人でですね、レトリオという、トリオもやってるんですけれども、それの CD の中に入っている曲でもあります。さっきのくるみパン、パンオショコラも、そちらの CD に入っているんですけれども、最後に演奏するのはそちらの色づく街という曲を演奏したいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
がとうございました。どうもありがとうございました。それではこの後は聡明兄弟さんのようになります。その前に休憩があるのかな、はい、休憩のおちょっといただいて聡明兄弟さんの利用が今日はですね、あそこにいつも見える時計が実は消されていて見えなくて、今何時なのか、何時だろう、大丈夫か、36分、あ、何時から開始なのかな、お分かりの方あと10分ぐらいかな、はい、あのお問い洗いなどございますので、はい、休憩なさってください。どうもありがとうございました、うん。Thank you.
皆さんこんにちは、聡明兄弟と申します。初めての、ね、方もいらっしゃると思いますので、まあ、一応、メンバー紹介というか、まあ、2人しかいないんですけども、まずはメンバー紹介からしたいと思います。オーボエ若山健太、通称ね、ケンちゃんと呼んでおりますが、そして、ピアノが私コウタと申します。よろしくお願いいたします。なんだかんだでですね、結構まあ、ユニットという形で、まあ、基本的に僕の、ね、オリジナルをやらせていただいてるんですけども、まあ、結構ね長くやってるかな、ね、2年3年ぐらいですかかなもうね最近数が本当に数えられなくてですね、なんかもう 1,2,3 いっぱいみたいな感じになってても、本当2年以上前のことは全部一緒みたいな感じになっててちょっとわからないんですけど、もういいですよね、その細かいことね、その前だけ向いて生きていこうってこう最近はすごく思ってるんですけどもありがとうございます。なんかね本当になんかよくどれくらい結成してどれくらい経つんですかとか聞かれるんですけど、答えられなくて、だいたい2年ぐらいかなとか言ったら、なんか多分もっと前なんですけど、そんな感じで答えております。こんな感じでですね、オーボエとピアノで、しばしの間お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、配信も同時にされているということで、なんかねどこを見て喋っていいのかなみたいなところもちょっとあるんですが、まあね、皆さんいらっしゃる時は普段通り、行こうかなと思います。ではですね、どんどん次の曲に行こうかなと思います。次は2曲続けていきますかね。2年くらい前に CD を作ったんですね。2人の CD を作って、でその中から、まあ、実は1曲目の今の「にわたずみ」という曲だったんですけども、またその CD の中から「迷い」という曲を久々にやろうかなと思います。まあね、コロナの騒動でまだね収まってないですけども、本当にどうしようかとこう皆さん絶対一度は思われたんじゃないかと思うんですね。まあ、かくいう自分も全く仕事がない状態が、結構長く続いたりとかして、まあ、まさにねそんな思いもあって今日はちょっとこの迷いというのを久々にやってみようかなと思って、準備してみました。それからですね、その続いては、青水月の空にというタイトルの曲を、続けていきたいと思うんですけども、これもですね、そのコロナが、まあそのね、皆さん自粛とかきっとされてた方も多かったと思うんですけども、自粛が明けてですね、こうふっとこう外に出て、空を見上げた時に、なんか空はいつもと一緒なんだなっていうところに、なんかこう安心というか、なんか見下ろすとこうやっぱり社会がね大きく変わってしまって、いろいろなんかついていけない気持ちもちょっとあるんですが、でもなんか空はいつも一緒なんだなっていうところで、青水月、まあ、これは緑が、たくさんこう育っていく時期っていう意味なんですけど、まあ、6月のね、まあ、別な言い方ということで、青水月という言葉がありますが、その空を見た時にいろいろこう思ったことということで、まあ、そんな曲を2曲続けていきたいと思います。では聴いてください。
Thank you.
はい、ということで、2曲、お届けいたしました。次の曲なんですけども、まあね、ここ数日急にあの気温が冷え込んできて、やっとこう秋らしさを感じたりとかする、陽気になってきて、ちょっとまあ自分は夏の暑さがとっても苦手なので、あのほっとしております。あのちょうどね、あの金木犀の香りが本当にここ 2,3 日どこからともなくね、こうなんか世界がどう変わってもこの匂いはちゃんとこうこの時期にあの匂ってくれるんだななんて思いながら、あのうちの近所でもね、あのすごくあの香るところがあるので、あのほっとしたりしながらあの歩いてたりするんですけども、次にお送りする曲はその、まあ、夏の終わりのイメージで、書いた曲ですね。前回書いた新曲なんですけども、夏の夕という、タイトルですね。まあ、その暑さはすごく嫌なんですけど、夏の夕暮れっていうのはすごく、まあ、わがままですよね、あの好きなんですよ。なんかこうなかなかこう日が暮れなくて、そのなんか暗くなりそうでならない時間がすごく長くて、で、まあ、別に何があるわけじゃないんですけど、なんとなくこうワクワクするような感じがあのするんですね。うん、あの別にその後にビアガーデン行ってあのビール飲むとかそういうわけでもないんですけど、僕お酒でも全然飲めないんで、ただなんかね、この夏祭りとか花火大会とか夜、ね、夏の夜って結構いろんなイベントあるじゃないですか。でその前のこの夕暮れの長い時間っていうのがすごくあのちっちゃい頃から好きで、うん、まあそんなイメージでその小さい頃をちょっと思い出しつつの、夏の終わりの夕暮れというイメージで、書きました。まあ、夏の夕という言葉はね、あの俳句の季語にもなってたりするんですが、まあ、それくらいこう、うん、独特の時間だと自分はすごく思っていて、その青と赤とオレンジとその間の色みたいな色がすごく綺麗だなと思って、あの空を見上げたりもするんですが、そんな、夏の終わりの曲を、お届けしようと思います。夏の夕聴いてください。Thank you.
はい、ありがとうございました。夏の夕という曲をね、お届けいたしました。さて、次の曲はですね、今日、本邦初公開のまた新曲なんですね。まあ、これも毎回申し上げているんですが、ライブをするたびに1曲何か絶対新曲を入れようという、まあ、自分に課しているノルマがありまして、今回は、こういう曲を作りましたということで、毎回、必ずね1曲以上新曲を入れて、ライブをするというふうに、しておりまして、まあ、一番ちょっとこう落ち着かない時間ではあるんですが、お届けしようかなと思います。まあ、ちょっと話が変わるんですけど、最近その、まあ、僕の仕事の一つで今国家、世界中の国家があるんですけど、それをそのアレンジしたり譜面に作ったりっていう仕事をちょっとやっているんですね。で、本当にいろんな国の国歌を聴きながら、まあ、譜面が実はちゃんとしてない国がものすごくたくさんあって、で譜面があったとしてももう本当にいい加減なものばっかりなんですね。で日本の国歌ってもう君が代ですけども、もうあれはもうあれ以外にもう君が代以外はもう君が代じゃないっていう、本当にあれたった一つの唯一のもう作品だと思うんですけど、他の国の国歌っていうのは歌い方が本当に何通りもあったり、アレンジもいろんな風にされてたりとかして、じゃあ一体どれが本物なのかっていうところがね、実は全く分からなかったりするんですね。で、そういうところを全部直して、まあ、教科書的なものを、まあ、作ってると言えば、まあ、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとこれもね、そのオリンピック関連でそのホストタウンというところが全国にねたくさんあるんですね。でそのホストタウンの方たちが国歌を、その各国の国歌を歌って、その外国の方をお迎えするっていう、まあ、そこから始まってるお仕事なんですけども、とにかくその譜面のいい加減さが本当にひどいんですね。だから大使館、ここのところ大使館あちこち行かせていただいて、で大使の方から本当にこれで大丈夫なのかっていうお墨付きをもらいに、ずっと、まあ、夏の初めぐらいからちょこちょこね行ってきたんですけど、先週はちょうどリベリア大使館に行ってきました。リベリアってどこにあるかご存知ですか？ね、なんか結構ピンとこない方がものすごくたくさんいる、まあね、リベリアの方に失礼なのかもしれないんですけども、やっぱ日本ではあまりねリベリアという国は知られてないんですが、アフリカの大陸の中の、まあ、一つの国なんですね。でもう本当にそこの国家もすごくざっくばらんな資料しかなかったんですよ。うん、なのでしょうがないのでその大使館に行っていろいろ聞いたんですけども、大使館の方も歌ってもらったんですけど、みんな歌が違うんですね。でもうなんかね、本当に多数決で決めようかぐらいの勢いだったんですよ。なんか本当にその一応その資料としてね、自分がいただいてたものがいくつかあったんですけど、全然参考にならなくて、全然なんか違うラインを歌ってたりとか。でリベリアと日本って時差が9時間あるんですね。でリベリア大使館行った時が午前11時過ぎぐらいだったんです。だからリベリアはまだ真夜中の2時3時なんですけど、まあ、より正確性を高めるためにって言って、その、ね、大使の方が、大使館の方がお友達に、現地のお友達に連絡をしてくださって、わざわざ、ね、電話越しに国歌を聞かせてくれたんですね。でもね、リベリアの方からしたら、そんな夜中の2時3時に、ね、外国の日本から電話があって国歌を歌えっていうのは、まあ罰ゲームですよね。でもね、それも大事な仕事だって言ってね、ちゃんと歌ってくださったんですけど、まあ眠そうだったことって。でもそんなことをしながら、まあ、譜面を作っているんですね。実はもう簡単に作れなくって、だからその何ですかね、この伝統芸能で口伝えのものをこう譜面にするとか、資料に残すとか、そういうそれに近いような作業を実は結構やってます。でそうやってやっていく中で、改めてこう日本の君が代というのをね、見た時にすごく素晴らしい作品だなって改めて思う。別に他の国がいいとか悪いとかじゃなくて、ちゃんとその君が代ってそんなにいいものと思ってなかったんですね、それまであんまり。でもいろんな国歌を聴けば聴くほど、その君が代がすごく由緒正しく、素晴らしい作品だなっていう、ね、歌詞だけ見たら本当にダントツで世界で一番古いんですね。
あの本当にあの古今和歌集の読み一知らずの、和歌をそのまま使ってるんです。だからもうダントツであの歌詞は古いんですね。なので、まあ、その古今和歌集もちょっと調べてみたりとか、結構いろんなこと調べないと本当に譜面が書けなくて、もう地位も歴史も文化も政治も全部わからないとあの書けないんですね。でそんなついでにその万葉集とか古今和歌集とかなんていうのもちょっとまた見返したりして、で長くなったんですけど、なんでこんな話をしているかというとですね、まあ、次の曲新曲なんですけども、これはその万葉集のイメージでちょっと書いたものなんですね。で万葉集ってまあ、ね、あの国語の時間に聞いたことはある程度で、じゃあどんな歌かなんていうのもあんまりもう皆さん覚えてない方の方がほとんどだと思いますが、もうすごくシンプルで思ったことをそのまま言うんですね。あのあなたが綺麗だって言ったらもう綺麗だって言うし、会いたいって言えば会いたいって思った通りに全部言葉にするっていうシンプルなものが多くて、で、あの、まあ、それを分類するとそのただに思いを述べる歌っていう言葉がありまして、まあ、本当に思ったことをそのまま相手に伝える、なかなかね現代でもその思ったことを相手に伝えるって難しいと思うんですけど、まあ、自分もものすごく苦手なんですけども、まあ、その曲として一応そのただに思いを述べる歌というタイトルで書いてみました。まあ、だからこれは具体的に何がどうというんではなくて、その時の気持ちをこうお客さんに何か伝えられるような、そんな曲があってもいいのかなと思って書いた曲です。まあ、今日はちょっとまあいろんな自分の中にも思いはあるんですがまあ誰かしらにこう伝わればいいかなと思って、そんな気持ちでね今から演奏してみたいと思います。では聴いてください。Thank you.
はい、ありがとうございました。なんかねやっぱりこの時期だと皆さん秋の曲というのをまあ大体作りますよね、ミュージシャンの人っていうのは。やっぱり秋ってすごく、ね、芸術の秋とか食欲、まあ、自分も割と食欲の秋なんですけども、なんとかの秋ってたくさんありますが、やっぱり芸術の秋というのは本当によくできた言葉だなというか、その通りだなって思うんですけど、なんかちょっとやる気が出るんですね、秋になるとね。まあ、僕果物とかすごい大好きなので、ちょうどねブドウとか梨とか柿とか大好きな果物がちょうどできるので、なんかこうそれを見るだけでもなんかこう曲が書けそうというか、書きたいなっていう気持ちになったりするんですけども、ね、まあ、ということでせっかくなのでね、これから深まりゆく秋をイメージした曲を、お送りしようかなと思います。タイトルはですね、茜色というタイトルで、実はこれはもともとバイオリンとのデュオで、書いたすごい古い曲なんですけども、ちょうどこの時期だと彼岸花がね、あちこちで咲いてるっていうのを SNS の写真とか、いろんなところで見たりとか最近しますけども、間もなくその紅葉、間もなくでもないかな、ちょっと先だと思いますが、紅葉なんかもね楽しめる時期かなと、思いますが、そんな、秋を凝縮して、茜色というタイトルに まとめました。そんな曲をお送りしてみたいと思います。聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。あかね色をお届けいたしました。今月からでしたっけね、その GoTo の、キャンペーンが随分ね盛んになんか一気になって、うん、なんかね自分もちょっと行ってみたい気はするんですが、まあ、単純にあの仕事で全然休みがなくて、あのそんな余裕もなく、なんかね行っていいもんだかもちょっとよくわからない感じですけど、皆さんあの行かれたりしましたか。まあね、東京の方は あまり行かなかったと思うんですが、東京じゃない方なんかは結構ねいろんなとこ行ったなんていうふうに言ってるお友達がいたりとか、あのぼちぼち出てきてね、本当は早くいろんなとこにね行けるようになりたいななんて、まあ思ってはいるんですけども、やっぱりそのね旅とかに出るといろんな刺激が本当に得られるんですよね。やっぱ普段見てない風景とか、本当にそこで出会った人とか空気とかっていうのが本当に曲を作る大きな原動力になるので、もうそろそろね都心じゃない空気もちょっと吸ってみたいななんて、思ってはいるんですが、まあ、次の曲はですね、以前そのタイを旅した時に、まあ、そのタイの歴史とか、まあ、いろんなものを知って感銘を受けて、書いた曲です。タイトルが忘却の都というタイトルなんですけども、何ですかね、すごく昔、すごく昔というか1600年の前後ですね、たくさんの日本人が実はそのタイのアユタヤというところに行っていたんですね。で、日本人町というものが向こうでできてて、まあ、今はもうそこ跡地にしかなってないんですけども、その大昔にその日本を離れて海を渡るってやっぱり今見たお手軽じゃなかったはずなので、どんな思いでね日本を離れて、まあ、おそらくもう帰ってくるつもりもなくきっと行ってる方もほとんどだったんじゃないかなと思うんですけども、大変な思いをしてそのタイに渡ってその人生を生きるっていうことがどういうことなのかなと思って、タイに行って初めてそういういろんなね事実を知って、なんかそういうたくさんの大昔の日本人たちに、ちょっとまあ尊敬の念を込めつつ、書いた曲なんですが、まあ、今は本当にね遺跡の観光地として有名になってしまったところなんですけども、でも本当に今行ってもすごく素敵なとこだったのでまた行きたいなと思いますが、ちょっとね海外はなかなかまだ無理かなとは思いますが、コロナがね本当に落ち着いたらまた、ぜひ訪れてみたいなと思っている街です。ということで、忘却の都という曲をね、やってみようと思います。聴いてください。
はい、次でね、最後の曲になりますが、その前に、宣伝をしようと思ったんですけど、なんかケンちゃんありますか？いやないとか言ってるんですけど、なんか OK のツアーとかねあるだよね。いやいやいや、そんな、そんな、え、ディズニーのやつ？あ、ディズニーも、はい、やってます。はい。今年は結構大規模に縮小されて、東京と名古屋と大阪だけになってしまったみたいなんですけど、あの一応全部の公演のるのるもし興味あれば来てください。はい、ね、あの、まあ、僕はですね、なんだろう、なんとも言えない本番が近くにはあるんですけど、あ、それはもう多分人数がいっぱいになっちゃったので、あの、まあ、この2人の、ね、ライブをあの実は今日次回終わって言いたかったんですね。でいろいろ今あの予定を合わせてたんですが、実はあの僕12月はあの半月ぐらいずっと船の上で生活をすることになってしまって、全然予定が合わなくて、多分年明けの1月に今あの、まあ、上旬中旬ぐらいでまたライブをしようという話で、一応あの、まあ、あのお店にちょっと連絡したりとか、しております。なので、まあ、年内はね、年内は今日が最後っていうのもなんだか言っててすごく嫌な感じなんですけども、残念ながらあの、うん、年内は今日で、まあ、この2人は見納めなんですけども、また、ね、来年、多分1月になると思います、またねあのライブをしたいと思いますので、お時間がある方はまたねぜひいらしてください、という感じで、なんか、ね、具体的 なんか告知が実は何もなかったなと思って、はい、ということで、最後の曲にね、行こうかなと思いますが、最後の曲は、願いという曲ですね。まあ、やっぱりその僕が一番最初にこのオーボエのためになんか曲を書きたいなと、あの、まあ、この音色が本当に大好きなんですね。それであのどうしてもこう曲を書きたいなと思って一番最初に書いたのが、これから演奏する願いという曲ですね。まあね、なんだかやっぱりあの日本だと今こんな感じで和気あいあいとライブを楽しめる環境にまでやっと戻ってきたんですが、ね、海外だとまだ全然感染者が、ね、減るどころか増えてたりとか、なんか昨日あたりも、ね、トランプさんがなんていう話で、なんだかどうなっちゃうのか全然、ね、あの読めないんですが、とにかくもうこの、ね、本当願いは一つだけです。もう本当に早くコロナ消えてってとこですね。まあね、あの本当に消えてほしいなと、そんな今日は願いを込めて最後に願いという曲をお送りして、お別れしたいと思います。
ありがとうございました、大越和歌山健太、そしてピアノ・コウタ、聡明兄弟でお送りいたしました。今日は本当にありがとうございました。